Ay, y caica. Ojalá yo. アンズちゃんがですね、あのアンズちゃんがと言ってもいいですか、ケージの中には絶対入らないぞというスタンスだった頃があったアンズちゃんが入り口すべて開放してフリーの状態になっていると、このハンモックで寝ていたり、1階の、爪研ぎの上で寝ていたり、自由に過ごすようになっています。アンズちゃん、はい、どうぞ。はい、みんないい子になってるね。この尻尾の角度、こっちに曲がってます。かわいいでしょ。うん、こんちゃん、こんちゃんもこのケージの1階が結構好きになってますね。お腹が空くと気が立ちます。もうすぐご飯だからね。
たかぶよ、ほんとだよ、ほんとだよ、ほんとだよ、そこ、もっとで食べる？そこ、うん？もっとで食べる？どうす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 る？降りる？でもここで食べる？はい、どうぞ。じゃあ。はい、おてっがあんな状態に食べてる、うん、このままケージを閉じるとちょうどいいんだ。君たちは一緒にはいらないんだね。あ、ほんとだ。ポンちゃん、ポンちゃん、じゃあジャン君が入ったらぴったりか。ジャンご飯だって。ポンちゃんチール、ポンちゃんたちはチールのみ。ポンちゃん、上手に食べられるよね。うん、優しい、優しい、優しい。なんということでしょう。ジャン君とポンちゃんがケージの中にいます。そして1階の扉を閉めてみました。ちょっとジャン君は閉めるのっていう顔になりましたがこれ引っ越しの際にですね、引っ越し先でしばらくの間こんな風に生活をしてもらうことになりますので、予行演習になります。ちょっとあまりにも不安があるといけないので開けますね。はい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 。はい、やずちゃん、今ですね、お見積もりのために引っ越し屋さんがうちに来たところです。そして次の、引っ越し業者さんを待っているところです。はい、ジャン君、ケージの中が安全だって知ってるもんね。もうあとちょっと経つと君はしばらくこういうところで生活になりますんでね、よろしくお願いします。よいしょ。はい、これから今日2軒目の、引っ越し屋さんの見積もりが来ます。みんなちょっとまたそわそわし始めています。あんずちゃんなんかは、これから伺いますの電話でなんか察知したようで、いませんね、いませんね、奥だね。あ、いたいた、そこにいたの。リラックスしてんじゃん。よかった。そしてカオリンは、カオリンは上だよ。カオリンはさっきからずっとそこに寝てる。はい、じゃあこれからピンポンなりますからね、皆さん。あれ、ポンちゃんは結構度胸あるね。まだ鳴ってないからね。でもこの間のさ、引っ越し、昨日、引っ越し屋さん来てた時もそこで寝てた。そうだね。ここにさえいれば大丈夫。そうそう。見てくれるだか。見てくれるだか。ふい。抱っこされてんのか。ふん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 。抱っこができるようになる。いいね。動いて長いぞ。ちょっと下ろしといた方がいいね。あの、ピンポンが鳴るから、鳴った時に。はい、はい、いいことね。はい、いいことね、ジャン君。本当に。大丈夫よ。そうだね、それもなんか
どなたかにあげられればね。じゃん。はい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 、逃げる逃げる。珍しいことが起きました。カオリンちゃんのところにポンちゃんが来てですね、一緒に座ってペロペロをしています。すごい、ポンちゃん偉いじゃん。あら、ここへ来て親子のようになってしまって大丈夫ですか君たち。カオリンさんのですね、保護主さんと連絡がつき、12日に、保護主さんのところに帰ることになりました。これからですね、毎日引っ越し準備がありますので、危険のないよう、はい、早めにお届けする、お届け、連れに来ていただけるということですね。はい。というところで、ポンちゃんが、カオリンに優しくなったのは、それがあってですか？そうかもね。ね。あとちょっとだと思ったのかな。そうね。あとちょっとだから、仲良くしようねっていうことですね。はい。あら。あれ？あれ？さっきのは何だったの？じゃあ、ポンちゃん。自分からはいいけどってことかな。そうかもね。自分から行って舐めたりするのはいいけど、はい、あまり慣れ慣れしいのはいけない。そこは危ないよ。はい。大丈夫大丈夫。リコさんにかけよう。はい、どうぞ。いくね、カオリン。もう母ちゃんは全然どこも食べます。ね。ポンちゃんがペロペロしながら待ってるよ。直接です。おいしい。